皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、PM 購入品紹介2回目かなだと思うんですけど、前回初めてテムでお買い物してマジで良かったのよ。画角に映り込んでるベッドシーツとかモコモコのブランケットとか日常生活で使うものをいっぱい買ったんだけど、マジで良かったの。めっちゃ使ってんのね。またお買い物しようと思ってたんだけど、今回もテムさんからこの動画見てくれた皆さんが使える合計1万5千円分のクーポンをいただいたので、少しでもね動画見てくれてるみんなにはお得にお買い物してほしいので、ぜひこちら使ってほしいなと思うんですけど、このクーポンだったりとかを使って買ったものがあるので紹介していきたいと思います。前回は結構お家の中で使う収納だったり雑貨だったりをメインで買ってたんですけど、今回はちょっとファッション系の小物だったりもいっぱい買ったので、ぜひぜひ見てくれたら嬉しいなと思います。ちなみに送料も無料で、90日以内だったら返品も無料なので、とにかく紹介していくわ。というわけで何から紹介しようかな。まずじゃあお洋服をトップス2着とコート買ったので紹介します。最近多分 SNS とかにもね上げてた。まずね1着目がこちらです。今着てるこのニット、こんな感じのニットを買いました。可愛くない？なんかいい感じのゆるさで、丈感も長すぎないけど短すぎない、クロップド丈でもない感じで、でちょっと柄がストリート寄りな感じのお洋服が欲しくて、いろいろ見てたらこれが出てきたんで買いました。めっちゃ可愛い Y2K 長袖セーター。そう、なんか今回ちょっとなんかカジュアルめなニット欲しいなと思って Y2K で調べたそしたらこれ出てきて、可愛いと思って買ったんだけど、カラーも何色かあったんですけど、この白っぽいやつにしました。めっちゃ可愛くない？でニットなんだけどチクチクしないので、今中にこうなんか着たりって感じじゃなくて、ほんと素肌に着てんだけど全然チクチクしなくていい感じに着れるニットです。なんか春先とかもアウターとかなしにこれだけで着れそうなので買いました。かわいいです。でもう一着別のやつ買ってんだけど、これもねちょっとカジュアルめな感じなんだけど、裏起毛なめっちゃモコモコあったかい感じ、はい、なんですけど着てみたいと思います。こんな感じ、かわいい、超かわいい。あれもさっきと同じくらいの丈感で、そんななんか短すぎない感じ。なんかさ夏ぐらいから私こういうゲームウェアっていうの、なんかちょっとユニフォーム調の感じのお洋服ハマってて、こういう系のデザインで薄手のロンティーは持ってたんだけど、スウェットっぽいの欲しいなと思って、はい、ゲットしました。これもね Y2K で出てきたやつ。これがさ買う時裏起毛だって知らなかったからさ、届いて見て裏起毛じゃん最高ってなったんだけど、これも中に何も着ないで全然今でも着れてる。これにアウター着て外出るみたいな。次ロングコート、これもうめちゃくちゃ着てる。こういうコート結構ねシンプルめなんですけど、なんて言ったってこうポケットがさ、なんか海外通販のコートとかアウターとかってポケットがさ飾りポケットだったりするものが結構多いんよ。どうかなと思ったけどちゃんとポケット、もうほんとここからまず紙じゃん。で丈感もこのぐらい、ちょ膝より下ぐらいの丈感で、身長がちっちゃいのでロングコートって丈感もむずいんですけど、いい感じに着れます。今着てる感じのこういうカジュアルなお洋服にも合うんだけど、もちろんさロングコートだからブラウスとかに合わせても可愛いし、落ち着いた大人っぽい感じのコート欲しいなと思ってたんですけど、これはいい感じです。で軽くて、でフェルトっぽい感じの素材なのであったかいし、で着膨れもしにくいかなって感じ。そんな分厚いって感じじゃないから春までねさらっと着れそうだし、寒い時はこうやって前閉めて着ることもできるので、このコートはマジで買ってよかったなと思います。お友達にもね褒められました。やっとあったかい格好するようになったんだねってやりましたね、はい、成長しました。あとは靴かな、こんな感じのモコモコの靴買いました。これねめっちゃ軽い、びっくりした。なんかもう履いてる感じがしないのではって感じ。今さまださちょっと紹介したかったから外でまだ履いてないんだけど、マジで軽い、ビビる。で厚底になってるんですよ、下のとこはこんな感じで。めっちゃ可愛いじゃんと思って買いました。モコモコでハイカットなので足がちょっとゴツめに漏れるかなと思って買ったんですけど、これもスカートとかと合わせたら可愛いかなと思って買いました。可愛くない？めっちゃ。でマジでさっきも言った通りほんと軽い、厚底なんだけどそのヒール部分がめっちゃ高いわけじゃないよね。足疲れなさそうだし、中もねわかるかな、中もねモコモコなの。同じような素材でモコモコで、クッション性もなかなかあるので歩いてても疲れなさそうですね。でもちょっとふわふわの白なので汚さないように履きたいと思います。この日はモコモコが欲しかったんだと思うんだけど、帽子も買いました。
これはなんかアイブのリズちゃんが同じような帽子かぶってて、かわいい、リズちゃんと一緒じゃんと思って買ったやつですね。一緒のやつではないんですけど、同じようなやつ。もう耳当てがついてんの、ポンポンもついてんの。これなんか結んでもかわいいんじゃない。耳当てついてんだけど、この耳当ては取れるのね。だからこの帽子だけでかぶることもできるし、マジで寒い日とか、あとね、うち地元が福島なんですけど、福島って本当に真冬寒すぎて、もう風が痛くて息できないぐらい寒いよ、マジで。で、耳も本当にちぎれるのではってぐらい寒くなるんだけど、そういうの、そういう時に、なんか福島帰る時にいいなと思って買ったやつです。こんな感じで耳のところは着脱可能になっております。はい、なので、つけて被ってもいいし、着なくてもいいみたいな感じですね。めっちゃ可愛いこれ。で、韓国旅行とか行く時もさ、韓国もさ寒いじゃん。だからその時にもいいかも。めっちゃ可愛くない？可愛いしあったかい。もうこの帽子被るだけで全然あったかい。雑貨もさ可愛いのにさ、ファッション小物も可愛いのずるいよね。ずるいとはだけど。次、ネックレス。これもね、 Y2K ってさっきのこのこういう服調べてる時に一緒になんかワードで引っかかって出てきたネックレスなんだけど、これマジ可愛いの。しかもなんかいい感じの重厚感じゃないけど、なんかさ、こういうネックレスってさ、こうトップの部分が結構軽いやつのことが多いんだけど、これはなんかいい感じに重みがちゃんとあるんで、高見えしそう。黒のトップスとかに合うからハマってる。ちょっとなんかチョコビみたいな星のアクセサリーです。よき、マジで超当たりで、あとこれもね、さっきの帽子と一緒に使ったら可愛いかなと思って、色味がさ同じような、なんかベージュっぽい感じ、真っ白じゃない感じだからいいかなと思って買ったぬいぐるみスカーフ。かわいい、そんな名前かわいすぎるっていう、こうやってマフラーみたいに使うやつ買いました。首元さあったかいとさあったかいじゃんこれ簡単でいいよね。なんかさ、マフラーとかはさ巻き方とかいろいろあるけど、これはここにプショって入れるだけだからいい感じにあったかい。で、コートとかも合うし、かさばるやつじゃないからマフラーいらなくなったなみたいな時はもうこうやって畳んでカバンとかにも入る感じ、サイズ感的に。このファーが本当にふわふわなんだよね。ふわ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 、ごめん、いった黙るわ。ファッション小物はこんな感じかな。あとはね、雑貨とかお部屋で使うやつなんだけど、まずはねこれ買いました。スリッパ、可愛くない？ウサギのスリッパなんだけど、ちょっと可愛すぎない？モテるくない？これでモテなかったらおかしくない？っていうレベルの可愛さ。これはね、色が色々あったんですけど、これはちょっと汚れが目立たないような感じのグレーにしました。最近多分グレーハマってんだよね。白、グレー、黒ってあったらグレー選んじゃうんだよ。なんだろう、白黒つかない、どっちつかずの性格ってことかな。どうする、マジで。でね、しかもね、このウサギちゃんね、このバンドをね取れば、こうやって耳も解放してできんの可愛くない？最初お手洗いに置こうかなと思ったんですけど、お手洗いに置くには可愛すぎるので、このスリッパ普通に私が履きます、そこら中で。この中もねすごいモコモコなんですよ。ソールのところはしっかりしてるんですよ。結構もう外歩けるのではってくらいしっかりしてるので、これは普通に私がお部屋で使いたいと思います。かわいい。で、あとこれマジで楽しみにしてた、もうね、今回頼んだ中でワンチャン1位なのではっていうぐらい楽しみにしてた、このサメのブランケットです。この画像を見て、このこれなんだけど、人が入れんのよ。やばくない？それは熱い。ちょっとうち入りたいから入る。ってヒレ、ここ足のサメ、わかる？サメ、こうやって過ごしたくて、はい、この中でもうゲームしたりしたくて買いました。あ、見えてますか？見えてる？うちこれ大丈夫？今見えてる？見えた？入れるタイプのブランケットなので、足の先だけがさちょっと飛び出ちゃって寒いみたいなことがないかなみたいな。リビングにうちブランケットを常備してなくて、わざわざねこの部屋からこのブランケットを持ってリビングに行くってことが多かったんで、リビング用のブランケットが欲しかったね。なので買いました、これを。私が選んでるのも結構いいのかもしれないんだけど、このテムで頼むブランケット系とかクッション系のこのモコモコ感は本当に高級感ある、高級感あるっていうか、なんかちょっとお高めのモコモコな感じする、トロッとしてる系のやつ。これはなんかサイズ感もありましたので、好きなサイズ買ってください。かわいいです。サメといえばなんか誠くんみたいな。誠くんじゃんと思って、誠くんはうちに来てサメのブランケット使って写メ撮ってください。リビングのそのソファーがあるんだけど、ソファーがね、緑なんだよね。結構見たことある人も多いと思うんだけど、緑のソファーで、ちょっとなんかソファーの模様替えしたくて、ソファーカバー初めて買ったの。これもグレー。グレーにハマってんだと思う、マジでうち。ソファー新しいの買うってなったらちょっと大ごとだけど、ソファーカバーだったらいい感じに変えれるかなみたいな。で、定期的に洗えるし、と思って買ったんだよね。そしたらね、これもついてきた。クッションカバーだよね。同じような柄のクッションカバーもついてきました。おっとくー！透明のね、台買いまして、こういう感じの階段みたいになる台買ったの。まあ、画像見た方が早いかも。
こんな感じ。これ何に使うかっていうと、なんかアニメのフィギュアとか結構いっぱいあるのね、お家に。この間大掃除してちょっと捨てたんですけど、なんか捨てるのももったいなくて、飾り、可愛く飾りたいなと思ったので、これを買いました。なんでこれをこうやってね、階段みたいにして飾って、なんかプロデュース101みたいな形に飾りたいと思います。これはね、ちなみにこう組み立てる感じだったんだけど、前回も組み立てるもの結構多かったんだけど、ネジで止めるタイプだったんだ。なんだけど、このネジで止めるタイプのやつも、ネジで止める用のドライバーも一緒に入ってて、で、ちょっとネジもね、多めに入ってるものも多い。だからドライバーが家にない人でも全然余裕で組み立てられるから安心してほしい。次がこちら。これはね、なんかチェスト型のなんか小物入れです。これは前回買った棚にコスメとか今いっぱい置いてるところがあるんだけど、その脇に本当にこれが置けるぐらいの、このぐらいの隙間っていうか空きがあったのよ。で、どうしようかなって思ってたんだけど、ちょっとこういう引き出しがあったらいいなと思ってて、え、これいいじゃん、かわいいじゃんと思って買いました。これタンスっぽい感じの、ちょっとベロアっぽい素材でね、高級感もあってかわいいなと思って、色も迷ったんですけど、ちょっとこの落ち着いたブルーっぽい色にしました。ちょっとシンデレラみたいな。中にはね、今のところはあのアクセサリー入れようかなと思ってます。ちょっとここの棚はもうちょいかわいくできると思うの、うち頑張れば。だからちょっと完成したらまた見せるね。足のところもちょっとデザインが書いてあってかわいいね。ほら、かわいくない？チェストですね。あとはね、ネイル用品も買いました。前回も買ったんだけど、前回のもなかなか良かったね。ネイルパウダー買ったんですけど、この2色買ったんですよ。オーロラになる、こすちょっとこうネイルの上にこうやってこするとオーロラっぽくなる粉を2つ買ってて、今回ね使ってるのよ。私大体あのセルフネイルなんですけど、ピンクの上にちょっとパウダー重ねて、ちょっとこうツヤっと感というかを出しております。今回簡単にちょっと可愛くチュルン系の爪になるっていうことで買いました。あとね、鏡買ったんですよ。あの開くとここが鏡に、大きめの鏡になってるんですけど、これなんで買ったかっていうと、まずうちにお友達が遊びに来る時にこの部屋で使える鏡が1個しかなくて、あの2人でメイクができないんですよ。だからその時にまあ使っていただこうかなと、お友達には。あとこれカバーが、しっかりめのカバーがついてるので、ライブとかでちょっと遠出する時に持ってけるなと思って買いました。であと置物2つ買っておりまして、まず小物入れ兼ワンワンとルームライト兼チョコレートマン、めっちゃ可愛くない？これはね、あの後ろのここのところがちょっとした小物置きみたいになってるんですよ。で、私あんまり指輪とかつけないんですけど、イヤカフをつけることがまあちょこちょこあるので、イヤカフってさ、ちっちゃいこんなだからさ、なくしがちなんだけど、ここに置けばいいやと思って買いました、ね、お、ワンワンの顔も可愛くて、ちょっと足長さんですよ。で、色もちょっとクリーム色で可愛いんですよね。これはね、もう使ってるんですけど、前はクリスマスだったからツリー買って置いといたんだけど、それをルームライト代わりにしてたの。ツリーもさ、もう年がら年中置いて、まあ別に置いててもいいんだけど、季節感あるじゃん。なんかルームライト可愛いのないかなと思って買ったのがこれ。マジで可愛くない？チョコライトっていう子ですね。こんな感じで手もちょっと動きます。で、ここの足の間がこうやって隙間があるんですけど、ここにね、スマホを置いておけるっていうので、なんか充電できるコードが挿せるところと、こうやってつけたり消したりできるボタンがあるんですけど、ライトも暖色系で寝る前にちょうどいいのよ、マジで。入ってた箱も可愛かった。で、なんかいろいろモードはあるらしいんだけど、このボタンでね、こうやってポチポチやる以外は使ってないですね、今んとこ。以上でございます。今回も2万円ぐらいかな。で、こんだけ買えるのやばくない？サメも買ってんだよ、うち。犬も買ってるから、ね、だから本当に最近暇があれば、なんか手も開いて、なんか可愛いのないかなみたいな感じで調べちゃってるぐらい。まあよかったら皆さんもね、最初にも載せといたんですけど、概要欄にもクーポンの詳細だったりとか、あと今回買ったものを今回買ったもの順に載せるので、気になるものがありましたら見てくれたら嬉しいなと思います。お揃いもできます。というわけで今回はテムの購入品を紹介しました。よかったらぜひぜひ皆さんもチェックしてみてください。それではチョコバナナでした。バイバーイ。